写真拡大。全3枚。オープン戦、阪神3対3日本ハム、9回規定により引き分け。9日、甲子園阪神は1点リードの9回、藤川球児投手38が1点のリードを守りきれず、オープン戦6戦目での初勝利を逃した。藤川は1点リードの9回にマウンドに上がると、先頭の谷口に安打を許すなど、一死三塁のピンチを招いた。続く谷口に右前手肘打を許し、3対3の同点に追いつかれ、チームはオープン戦初勝利を逃した。投手陣は先発の岩貞が4回2安打無失点の好投を見せたが、2番手の浜地が6回に太田と中田にソロ本塁打を浴び、同点に追いつかれた。